しましたけれども、皆さんこんばんは。ミスターミスターチャンネルにこの毎週 MC を務めさせていただきます、私永井雄一郎です。そして僕と一緒に進行してくれるアシスタント兼、通訳のイ・ウンジちゃんです。こんにちは、韓国から来た吉本の芸人イ・ウンジです。よろしくお願いします。やるよちゃんということで、さあこの生配信はですね、韓国の、初心アーティストミスターミスターの90分番組となっております。では早速ご紹介しましょう。うんちゃんお願いします。え、그럼여러분인사부탁드리겠게요。はい、皆さんこんばんは。男の中の男、ミスターミスターです。はい、一緒にしましょうか。一緒にしましょう。こんばんは、僕はミスターミスターのリーダーチャンジです。よろしくお願いします。はい、お願いします。そしてこんばんは、僕はミスターミスターの若いジンです。今日は僕はミスターミスターの、僕はミスターミスターのドヤンです。よいよ、ありがとう、ドヨちゃん今日もよろしくね。そしてこんばんは、僕はミスターミスターサイエンです。よろしくお願いします。さあそして、あ、皆さんこんばんは、僕はミスターミスターのスエコチェミンです。よっしゃチェミン。そしてラスト、はい、僕は初めて挨拶してたテイです。よろしくお願いします。さあということで、この配信はですね、一部無料なんですけれども、お楽しみいただけますが、月額会員になっていただくとよりね、全て視聴できるシステムになっております。最初の10分以降はですね、シャッターを下ろさせていただき、それ以降は月額会員限定配信とさせていただきたいと思っております。今回ですね、ミスターミスターが3人一組で争うね、バトル企画やイケメンなセリフで皆さんに幸せになっていただく企画、さらには前回作った粘土工作のね、細工の出来上がりを披露など、とにかく盛りだくさんで、いつも通りプライベート放送のコーナーもあります。なのでこの機会にぜひ月額会になって最後まで楽しんでいってください。ではまず恒例のフリートーク前に、一つ目のコーナー、え、俺もいきなり行くのかなと思ってね。そんなコーナーもね、やっぱりね、月額会員の方がね、こう見れるということでございますからね。まあその前に、あの、今日あれだね、テイが最初にしましたね。今回からこうやっていくっていう風に聞きましたよ。あ、僕も聞きましたよ。だからやったのね。初めてやって、それでちょっと照れてなかった？あ、ちょっと違ったよね。ちょっと僕の考えのと違ったよ。いやいやいや、もういいよね、これのオープニング。可愛いな、振り付けしたいですけど、はい、見るたびにさ、みんな髪型変わるんだね。はい、スタイルでバンバン着るのね。すごいよね、ちょっとテイも髪型変わったしね。そうですよね、あの、最初は、本当はあの、黒の色で変わりましたけど、今なくなっちゃったよね。いやそんなこんな色ができます。いや、いいですよ、かっこいいですよ。今日はみんななんかこうラフな感じというか、ね、ジンなんてもうこの時期に半袖でございまして。あ、今は寒いけど、男だから、春だから。春だからね。サスペンダーで今日はやってますけど、サンちゃんも帽子かなんかかぶって。はい、ね、帽子かぶりました。ね、今日は悪いサンちゃんじゃないの？あ、今日はかわいいサンちゃん、かわいいサンちゃんでお送りしていくということで、さあお願いいたしますね。さあということで、もうすぐで4月でございますね。韓国でもこう4月から学校がこう始まる。韓国에서도4월부터학교가시작되네요。3ヶ月から。3ヶ月から。3月から。今は今月。あ、そうなんだ。なるほどね。日本と違って2月卒業、3月入学なんですよ。1ヶ月早いんですよ。ちょっと早いんだね。正月は逆に遅いよね。まあ旧正月なんで。旧正月でね。부정월세니까늦었잖아요。설날은。なるほどなるほど。地方にこう遠征行ったりしましたか？地方へ가서공연하거나뭐イベント같은거있거나했어요？3ヶ月？あ、最近。지금제가니코나막그이후에저번あんまり全然ない。休みあんの？あ、これからさ。あ、これから。休みあんの？え、あ、これからよね。これからの。あ、그전에있었냐고요。이이거오늘하기전에。この前は授業とか練習とか、そんな感じがありました。僕たち、
そうでしたね。そうでしたね。最近は練習ばかり。練習ね、だから稽古をね、あの舞台で芸人で稽古したりしますけれども、そうやって時間はね、常に何かしらスケジュールが埋まってるということでね、はい、忙しそうにしてますけれども、まあ、視聴者のね、質問の方行きましょうかね。こちらの方ね、どんどん書き込んでいただければと思います。よろしくお願いいたします。ピヨーンって決めてます、ね、なめさん、ちょっとなんでそう消えてるの。なめさん、かっこいいみたいなのあった今。見えなかった。韓国で出てるんだよね、新曲みたいな。韓国에서신곡을다내시냐고요새로운노래를내시는거아니냐고まだ計画はないです。まだ計画は決まってないということで。ああ、なるほど。私服ですかってね。長い話つないでって、いや頑張ってます。あ、これ多分私服ですかってのは、この皆さんの服が私服かということで。私服です。あ、完全なる私服。もう、なんだろうね、私服ですか、めっちゃ多い。ジェミンなんてもう、企業を起こしている、なんかね、実年制業、ね、企業を만든、새로만들어낸그 CEO みたいな、はい、もうできる男感がすごいよね。いや、뭔가할수있는남자같은분위기お金持ちな感じがする。もう株を自由に扱ってますみたいなね。あ、そんな感じですけれどもね。할것같은데どよも爽やかな、はい、春ですよね、もうね、春だから、春の感じ、爽やかな感じ、うん、感じましたから、うん、感じ出た、爽やかですね。あれ、みんなさ、あの日本語どんどん上達していってんだけど、どよんだけちょっと戻ってない。日本語が다들일본어를잘하게됐는데아僕はもともとも、あ、うん、そういうところだよ。そうさ、あ、長井さんは、うん、僕嫌いでしょ。何？僕のこと嫌いでしょ。嫌いじゃないよ。なんでそんなこと言うの。ただ好きじゃない。ただ好きじゃないか。好きよ、好きよ、どよ。嘘でしょ。そんなこと言うのよ。いつも悪い言葉を僕に話して。悪いこと言ってないよ、全然。今も、うん、悪い言葉。日本語ちゃんとしてください。そんなことじゃ。まあ、そういうところもドヨンがね、可愛いというふうに書き込んでくれてますよね。好きだからいじってるんですよね。そうそう、ドヨンのことが好きだから。わかりました。あ、そうなんだ。カンドンゴンが今カンペでね、あの今チラッと来ましたけれども、好きだかららごはん대사が있거든요。그거한국인그억양을따라한거예요。아마전혀모르시는거같아요。失礼します。なるほど、ありがとう。今スタッフさんからのカンペで、ドヨン今日ね、あの様子おかしいなと思ったら朝3時起きだったみたいですね。あっ、冷たい。ちょっと早く、早かったんだ。早く起きました。早起きしすぎて。お仕事、お仕事。あ、はい、お仕事じゃなくて、ただ、あ、起きたのに、あ、3時だったから、ね、何時寝たの。あ、何時か寝たの。11時くらい。あ、4時間くらい。わ、全然寝てない。もうずっと起きてるわけでしょ、そこから。はい。これは眠いですよね。濃い。そうだよね、なるほど、なるほど。さあ、ということで視聴者の書き込みでございますけれども、沖縄に行くのっていうの。あ、はい、ね、あ、うん、行くの。はいはい、お、いつ行くんですか。4月19日、ハワイ。4月の、ま、月末に、はい、ああ、なるほど。うわ、いいね、はい、いいですね。あの国際画祭、沖縄国際画祭で行くよ、まで、はい、あ、あ、なるほど、なるほど。あれね、いいんだよね。そうですね、いいですね、ほんといいのよ。あ、前もちょその話したもんね、ちょっと耳が食べてみてよとかね、海ぶどう食べてみてよとかね、はい、うん、沖縄いいよ、行ったことないもんね。はい、そういうこと全然ない。行きたいです。初めてです。本当にもうあったかいし、はい、うん、もう海も入れると思うよ。はいはい、あったかいです。あったかい、絶対。暑いですか。日中は暑いかもね。暑いよね。暑い、うん、南の方だったら、うん、ですよね。でも気持ちいいと思うよ、本当に、うんうん、晴れてたら本当気持ちいい。うん、海も綺麗し、気持ちいい。暑いが嫌いだから。暑いの嫌いなんだ。嫌いです。あ、気持ちいい、はい、汗がたくさん出るから。なるほど、なるほど。さあさあさあ、ということでこの書き込みの方がね、今ちょっとトラブルなんでしょうかね、こう来てないということで。
あ、ここだけちょっと流れてないので、今ね、ちょっと読みたいんですけれども、今こちらの方がちょっとね、見れてない状態なんで、まあ、どんな書き込みが来てるのか予想して勝手に。ね。ドヨン可愛いって言われてる。ドヨン可愛いって。チャンジェなんか喋ってっていうの来てますよ。チャンジェの。ジン君のその、このサスペンダーはどこで買ったのっていうのを言ってますよ。韓国で買いました。あれ？あれ？もう10分経ってしまいましたか？早い。もう？もう？ちょっと待ってくれよ。早いじゃん。なんだろうこの書き込みもさ、うまくさ読めないでさ、それでお客さんがさ、視聴者のみんなが楽しみにしてくれて、こうやって打ってくれててさ、それに対してこっちはね、ミスターミスターが答えるっていうのやって、それを何なんだよ、ふざけんじゃねえよ。シャッターです。これのやつ、シャッターです。すいませんね、シャッターでございます。さあ、ここで番組の公式ツイッターの告知をさせてください。こちらでございます。さあ、こちら、アットマークミスターミスターアンダーバーチャンネルのアカウントをこちらでぜひフォローしてください。またこの配信のスクリーンショットを添付して、ハッシュタグ MRMR アンダーバー SS をつけてツイートしてください。配信の名シーンをぜひみんなで共有いたしましょう。ではトークの続きしていきましょう。よろしくお願いいたします。お願いします。長い、うるさい、早速うるさい。もうね、ありがたくなってきたね、なんかね。もうどんどん言ってもらえたらという思いますけれども、さっきちょっとだけあったんですよ、その服どうしたんだって。一応これ私服ですから、僕も、はい、これ蝶ネクタイを持ってきました、自分で。お、はい、かっこいい。本当、はい、本当かっこいい、はいはい、ありがとう。ミスターミスターがかっこいいって言ってくれてるんだよね。あ、嬉しいですよ。あ、長いファイトってね、うん、300円じゃねえわ。何でも300円じゃないんだよ俺は。38聞いてないとか。え、39じゃない。長いをいじるっていう番組じゃないからね、これはね。高円寺で300円じゃないの。500円でもないよ。もうちょいしますよ、これ。これね、4000円ぐらいしたから。借り物じゃねえんだよ。10円？ 10 円なわけない。10円なわけないでしょ。ひどいよ。さあ、皆さんね、僕をいじりすぎる。もうちょい、ミスターミスター、嬉しいよ。嬉しいけど、長井さんに対してじゃないの。そうそうそう、ね、耳の話して、そう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 、そうそうそう、耳の話していきましょう。ね。七五三。七五三ではないですよ。笑っちゃう。うん。平円とかじゃ、長井さん。服着て、安心してください。着てますよ、着てるわ。なんだよ、服着てって。ねえ、さあ、あ、ジン寒そうというのが来てますね。ジン誕生日？大丈夫です。あ、え、この前でしたよ、はい。あ、そっかそっかそっか。15日。そっかそっか。3月、え、あ、違う。え、3月15。はい。ってことは、え、配信の1週間後ぐらい。1週間後に、あ、誕生日、え、何歳になったの？28歳。28だよ。もう、ねえ。おじいさん、おじいさんじゃない。だとしたらどうなっちゃうんだよ。どうなっちゃうんだよ。誕生日会はやったんですか。あ、メンバー一緒に。あ、メンバーで、なんかプレゼントあげたの、みんな。あー、ケーキを顔で、顔であげました。あ、やったんだ。はい、あ、そうなんだ。おめでとうってね、来ておりますよ。動画見たよっていうね。あ、動画見て、あ、動画もあげたってこと。こう誕生日会の雰囲気を動画上げたってこと？ハッシュアンゴル、ヤムさんが上やった。多分ホームページ。僕たちが公式ホームページで。詳しくは、はい、詳しくはホームページで。さあさあさあ、ということでどんどん書き込んでいただければと思います。さあ、ここでですね、前回みんなで視聴者プレゼントのために粘土を作りました。あれがなんと出来上がりました。お、一人ずつ見ていきます。めくっていいんですね。なるほど。チャンジェ、テイ、ドヨン、ジェミン、サンヒョン、ジンとありますけれども、これ順番はお任せします。あ、そうですか。じゃあ、まあ、チャンジェいきます。チャンジェ器用でしたよね。でしたよね。チャンジェね、めっちゃ可愛かった気が、はいはい、おー、おー、いい感じ。いいです、いいです。いい感じ、はい。じゃあチャンジェ見せてもください。お願いします。お、わー、おー、なるほど。こう手に持ってもらって、あー、すごい。
ねえ、これ桜だよね、はい、確かね、桜でピンホルダーとヘアピンと、そしてこちらがこれがね、細かい仕事してますよ、これは鉄火巻きだっけ、かわいいね、めっちゃかわいい。え、これプレゼントでしょ。はい、これはいいですよ、ほらチャンさん素敵って、あー、のり巻きかわいいって言ってね。チャンジ的にはどれが一番気に入ってる。お、ここセーバーメートル、チャンジがつけたやつがいくよ、みんな。これが一番、あ、ヘアピンが一番いい、はい、わ、すごい、はい、ほら、うわ、これ、これつけたまんまね、いいね、これこれ、いや、いいの、いいの、じゃあ、一回、チャンジ取ってかわいい。じゃあ、長井も言っとく、ね、あ一回っ、あ、大丈夫、チャンジ、これ俺じゃないからね、俺じゃないからね大丈夫だ、俺じゃないからね、大丈夫ね。じゃあね、やめろということでねすぐ諦める、わかりました、やめさせていただきたいと思います、わかりました。じゃあチャンジありがとう。あ、これはいいね、うん、触らないよ、わかったよ、中に触るのわかったよ俺はね、二度とそういうことはしないんだよじゃあ続いていきたいと思います。続いてはじゃあ、ジェミー行こう、はい、うん、ジェミー行こう、行こう。ジェミーはね、ここかな、はい、うん、ここだね、そうです、はい、あ、さあ、いいよ、オープン、はい、ジェミーオープン、おー、 おー、 なあ、そっか、ジェミー、あ、そっか、ドラゴン、あ、これ何、これ何、ジェミー、ドラゴン、ドラゴン、あ、ドラゴンね、ドラゴン、これさ、ちょっと待って、ジェミー、俺触れないから、ちょっと見せてあげて、こうやって、はい、ドラゴンです、怖、ね、いドラゴン、あー、これはいいよ、これドラゴンね、え、かわいい、かわいい、ね、え、意外といいっていうね、意外といいね、え、じゃあ次は、次何、ね、え、だん、花か、誓うの、あ、なるほどね、お花のキーホルダー、なるほど、なるほど、さあ、分かったよ、見るだけだよ、分かってるよ、うん、さあ、そしてこれ、これ、これなんだっけ、あー、指輪、あ、指輪ね、これ、指細いやつだったよね、これね、はい、たぶん、あとさ、赤ちゃんだっけ、あと、よくカメラさん見せてあげて、あのね、入らなくなっちゃってね、あの、分かる、縦に棒入っちゃってっから、あー、うん、あ、指輪じゃなくてこれ、ああ、ピアスの方だよね、ピアスだよね、ピアスね、ねえ、スリスルみたい、なるほど、なるほど、はいはいはい、さあ続いてどれ行こうかな、なるほど、なるほど、サンちゃん行こう、はい、はい、はい、こう、僕がこれ、サンちゃんこれだね、うん、おほ、あー、いい、これね、サンちゃんすごかったの、これね、これ梅干しじゃなくて、うん、みかん、これみかんね、いいよね、これは空と雲と、うん、これ、ちね、あ、かわいい、あの、月ね、チキチキチキ、そう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 、はい、これ確かにあの色が逆だったんだよね、はい、色が空と雲のね、色が逆という、またそこがいいんですよ、これは、うん、パラです、パラ、うん、パラ、パラ、ジャンミ、あ、バラ、あ、バラ、バラね、バラバラバラ、なるほど、なるほど、小さい、おそしてこれは僕が欲しいです、あ、これはいいよ、卵、なんだ、卵の指輪、これ欲しいでしょ、みんな、あ、卵焼きの、ね、欲しいか、欲しいよ、これ欲しいか、ね、かわいいって俺言ってくれてるよ、いい、ね、これ、うん、これはチーカ、卵、欲しいって言ってくれてるよ、欲しいってね、欲しい、欲しい、美味しそうって言ってね、美味しいと、ありがとう、はい、これそして長い知ったかぶりとか何なんだろうね、俺結構褒めてるしね、触ってもないしね、上品にやってるつもりです、サンちゃんありがとう、顔が赤くなる、顔が赤くなる、どういうこと、毎日、うん、この感じ、毎日こんな感じ、はい、うん、本当に赤くなる、耳も、うん、はい、どの会話からそれに言ったら全然わかんないんだけど、自分は赤くなるって、あはいはい、はい、さあ続きましては、テイコ、はい、うん、なんじゃあらす、うん、じゃあ、さあオープン、じゃん、あー、これいい仕事してます、テイもね、きめ細かくね、こう作ってくれたよね、全部がいい作品、そうですよね、うん、そう、これはパステルトン、ね、パステルトンガイテルの星、うんうんうん、これは、あ、これは、あの
桜みたいと、はいはい、いろんな花みたいな。もうこれね、あのテイのはやっぱね色がグラデーションしてるんだよね。色がいいと思います。いいよね。はい、うん、それでこれは俺の愛が入ってるの。あらいいじゃん。テイ君の愛が入ってるやつ。はい。これ欲しいでしょみんな。これどうなのみんな欲しい？これ欲しいかな。そう。うん、これは美味しいな、うん、ハイチュウ。ハイチュウ、はい、これいいよね。絶対食べないでね、みんな。それは大丈夫だったもん。美味しそうですけど、絶対食べないでね、みんな、うん、危ないよ。危ないからね、はい、これ一回手つけてもらっていい？あ、いいか、これやっぱこれ一回手がつけて。俺はあんまりそんなことしないけど。あんまりしないけどね、まあ、これはもうミスターミスターニコ生で。うん、僕じゃなくて中井さんが。あ、それダメなの。あ、ダメだよ。俺出た。あ、やめるって。夜道歩けない。あ、そっかそっか。夜道が歩、はい、歩けなくなっちゃうから。あ、大丈夫か。あ、これまあすぐハマるやつだよね、多分ね。すぐハマるやつなんだよね。安いな。ね。じゃあ、うん、どうやってするんですか。あの、知ってください。まあまあまあ、これぐらいいいよね、みんなね。うん、これぐらい許してくんねえとね。よいしょ。おー、いいじゃん。これ一回つけましたというのがこれありがたいじゃない？はい、ね、テイが一回つけたよっていうね。うん。壊れた。大丈夫？はい、ありがとう。ね、はい、いいね。じゃあ土曜行こう。はい。土曜。今日3時起きの土曜。はい。ね。あ、もうこれ、もう土曜カラーだね。はい。うん。これはイヤリング。いや、いいよ、これはもう、あ、今日合ってんじゃん、なんか色がこのね、そうですね、パステルカラーと言いますか、それも鮮やかね、鮮やかで、うん、今日それ、チカテチカテ、チカテ番組しましょうか。あ、それいいの？やってくれる？本当？これピアスなの？はい。あ、イヤリングやってピアス、あ、できる？今、じゃあちょっとやってきてよ。きっと本当？うん、本当ですか？うん、大丈夫になったらもう。ドゥンできる？ドゥンがやってくれるんだったら。やめろやめろ。そしてやめろ。やめろよ。そして指。やめろって。やめろって。やめろ。はい、メンバーがやめ、うん、やめるって。やめ。うん。最後。入ったな。いや、指やね。うん、指やね。ああ、いいね。いいね。はい。ああ、いい。なんかこれもう。全部ね、このドヨンカラーと言いますか。あ、はい、うん、自分が考えて、うん、作ったね、うん、かわいい、ドヨンらしさがしっかり出てます。皆さん、うん、これぜひとももらってほしいですよね、うん、ね、ね。いや、持ってかないで、持ってかないで。ああ、じゃあこちら置いといてください。はい。お、結構強引に外すね。あお、痛い、痛い。はい、ということでございます。ね、さあ、そしてラストがジンでございます。はい、はい、お願いします。自分で今自分で笑っちゃってんじゃん。どうしたどうしたどうした。なんか匂ったの？なんか匂った？これがまあまあまあ、こう一回隠しとこうか、はい、これ一個ずつ、この、はい、一個ずつ、うん、この辺から見せてもらって、うん、星、はい、これは星のね、星は欲しいでしょ。おい、ダジャレもね、言えるようになっても、いや、おばちゃんなんだリアクションが。 ありがとうございます、ね、これは、はい、月。いいじゃない、月に星にね、え、いいよ、似合うんだよね、ジンは月とかがやっぱ、はい、うん、と、僕の心。あー、ハートです、ハートね。こっちのね、テイのとはちょっと違う。テイのはこのちょっと色とかも違います。色も違うし、この厚さが違うっていうかね。あ、うん、これはこれでかっこいいけど、これはこれでなんか可愛らしいというか、いい、うん、いいですね。そう、さあ、これいきましょうよ。これ、うん、何ですか？これは何ですかって、まあ、作ったことですからね。これはサンヒョンの心です。サンヒョンの心。悪い男だから。悪い男だから。最近悪い男になりました。ブラックハート。はい。なるほど。あ、さあ、ということで、以上ですよね。以上じゃないです。え、まだあんの、なんか。はい。なんかあんの？なになに？ピアス？もともと、うん、なんか、僕が好きな、
好きなことを作ります。なるほど、はい、一番これが好きな作品。やっぱり人間は人間はやっぱりこれだと、はい、うん、人間はやっぱり、うん、これがうんち、うんちじゃねえかよ言っちゃってるし、うんち、うんちじゃねえかよ、うんち、うんち、これアイドルだぞ。あ、そうですか。あ、そうですかじゃないよ。でもあの写真また出すよ。あ、そうですか。こうやって言っちゃってるやつ。でもこれが一番好きです。これが一番好き、はい、10だから。これはどうなの、みんな、これはいらないでしょ。なんか重要な約束とか、いろいろなんか重要なファッションで、これ使って。なんでこれみんな欲しいって言ってるけど。そうですか、欲しいって言ってるけど、やっぱり。なるほど。これをさ、つけながら歩けんのみんな。ねえ、確かに。できます、できます。マジで。はい、できます。 みんなできる。みそはできる。はい、できます、はい、なるほど。ぜひともこれは、はい、写真撮って、もらった人はこれをつけてライブ来てほしいよね、はい、あと、なんか僕たちのなんか、うん、チャンネルで、うん、写真お願いします。撮って、あー、なるほどね。撮ってお願いします。ぜひともこれをつけていただきたいと思います。 はい、ありがとう、ジン。無理かも。さあ、ということでございまして、気になる当選者の発表ですが、当選者はツイッターのダイレクトメールで、お知らせいたします。お楽しみにお待ちください。では、今回の一つ目の企画に参りたいと思います。今回こんなコーナーを用意しました。日本の伝統芸をやってみよう、二人羽織バトル。さあ、このコーナーですね、日本では宴会などでよく行われる二人羽織、今回はこれをアレンジしたゲームをメンバーにやっていただきたいと思っております。みんな二人羽織って知ってますか。はい、はい、知ってます。あ、知ってんの。はい、あ、そう、はい、あ、じゃあ話は早いじゃない、はい、ねえ、二人一組で前後にこう並びますと。で、前の人は手を使わずに顔だけを出す、ね、で、後ろの人は何も見えない状態なので、前の人に何かをこう食べさせるという遊びなんでございますけれども、今回は変則ルールで、前の人は会話禁止、はい、前の人は喋っちゃダメです、はい、その代わり、2人に加え、もう1人横から指示を出すという役を追加して、3人1組を作り、2チームでバトルしていただきたいと思います、うん、各チームがそれぞれ前で顔を出す人、앞에서얼굴을내미는 사람、 後ろで手を出す人、 뒤에서손만내미는 사람、 横で指示をする人に分担していただくということでございます。3명이한팀이、はい、対戦種目は3種類、3種類、終了時に負けたチームにはですね、최종의게임을할건데あります。協力して頑張ってください。팀이벌칙을받는거예요。さあ、ということで、ではチームを、くじ引きで決めましょう。ではみんな前へ来て、一斉にくじを引いてください。割り箸の先にですね、はい、か、青がついてますね、こちらですね、こう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 、あ、大丈夫、はい、みんなよ、こう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 はい、なるほど、なるほど。僕が、ジンは誰と組みたいです。ジンは誰と組みたい。僕一人で。一人ではできないから。そういうゲームじゃないから。何をバオってんだってことですね。じゃあ行きましょう。はい。いやー。お、お残り物や服あるタイプ。さあ行きましょう。せーの、オープン。じゃじゃ。お、ということは、赤チーム。両者テンションが出ます。お互い良かったと。でもであとアピこのチームで良かったということでね。はい、ね、さあ、ということで、赤チームが前列に座っていただいて、青チームは、後列に座ってください。はい、よろしいですか、皆さん。ブルーチーム。はい。青。赤チームが前列、青チームが後ろです。はい。お願いします。さあさあさあ、ということでございまして、チーム分けのができまして、では参りたいと思います。最初の競技はこちら、スイーツ早食い。さあ、シンプルにこちらのスイーツを早く食べられたチームの勝利でございます。さあ、どちらのチームからいきましょうか。このチームもやっぱり僕たちから行きましょう。はい、赤チームから行きます、はいはい、なるほど。前のチームからさ。さあ、どうするの、誰がこう前に出て、誰が後ろでやって、誰が指示。あ、やっぱり、うん、ジェミ君がプリン好きだから、ジェミ君が食べて、あ、オッケー、
チビ目がもう상혁君がサッカー選手だから、うん、運動神経がいいだから監督します。はい、はい、後ろで食べて、あ、後ろの人が指示します。チャンジェが指示で、ジェミンがこう前顔前で、はい、食べると食べる指示と、うん、食べると後ろで指示します。もうなんかそんな嫌がってるってことはね。あ、どうしたどうした、出ました、リーダーの威厳、リーダーの威厳、はい、それでいいですね、はい、なるほど、わかりました。食べて後ろで指示します。なるほど、わかりました。僕ちょうちほちちゃんがいいです。それではじゃあ皆さんスタンバっていただいていいですか。はい、じゃあチャンジェこちら来てもらっていいですか。はい、はい、じゃあこちらどうぞ、ニンニンバウリお願いします。ちゃんとお願いします。はい、ちゃんと、はい、ちゃんとします。僕ドリブルしてオッケーゴール。やっぱりニンニンバウリでもやったことないでしょ。はい、はい、ね、はい、はい、初体験でしょ、はい、ね、信じるパロコ。あ、いいね、いいね。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。そう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 。そんなアプローチ。もうちょい前いける？もうちょい前。いいよ。これさ、パイプ椅子もう一個ないの？パイプ椅子。パイプ椅子。パイプ椅子の方が前いけるもんね。そっちの方がいいかもですよね。うん。もしあればね。まあ、いける、あ、いけるね。いけるね、いけるね。いけます。オッケー、オッケー。なるほど。あ、ちょっとこれエプロンをね、つけさせてもらいたいと思います。これね、意外に高いやつをレンタルしています。はい。じゃあこちらちょっといいですか？よいしょ、ちょっと待ってね、かわいい、はい、オッケー、はい、オッケーです。あ、ね、赤坂みたい。これなおですね、制限時間が2分。じゃあそれをですね、はい、うんちゃん測ってください。はい、2分以上をオーバーしちゃうともうその時点で、ストップでございます。それではでは行きましょう。まずは先行赤チームからです。よーい、スタート。はい、そこそこそこ、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、いけ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 、でかいでかいでかい、そのままで、おお、いった、早い、いいのいいの、早い、もういけたいけたいけた、もうちょっと上、もうちょっと上、もうちょっと上、早く今、早くよ、早くよ、もうちょっと上、もうちょっと上、ジェミン食べ方汚いな、もうちょっと上、ジェミン。おいいよいいよいいよ、いいね、早い早い、チャンジもうちゃんと指示したから、はい、指示もうちょっと上、もうちょっと上、もうちょっと、お前飲み込んでもあったから、はい、チャンジちゃんと言ってあげないと、もうちょっと右、もうちょっと右、右、うん、はい、上、うん、上上、うん、上、はい、あはい、あ、でももう、はい、もうそろそろなくなってきてますよ、はい、そろそろ、おー、さあ、あー終了すごい、今のタイムは1分8秒です。おこれはなかなかの好タイム、すごかったね、ちゃんちゃん、はい、そうですね、なかなかいいチームワークだったんじゃないですか、やっぱりすごい、思うより早いですね。おさっき僕がどうしたのジェミ、言ってたよね、ちゃんと指示ちゃんと指示お願いちゃんとしました、おいしいです、僕はちゃんとしました。じゃあね、サラちゃんやったよね、はい、指示通りやったよね、はい、うん、見たい、ジェミ今もうすごい顔になってますけれどもね、僕見たいです、ジェミの顔見たい、ごめん、本当にごめん、うそ、笑うの、なかなか倒、なかなかあれですね、こぼれましたけれども、こちらの方もちょっといいですか。でも、ちなみにこれ早かった、あ、よかった、よかったよかったよかった、スピード感はありましたよ、スピード感ありましたよまたそういうね、生クリームをつけているところが母性くすぐっちゃうんだよね、あ、うん、さあ、ということで後半の青チーム行きましょうか、はい、はい、ね、ジン君が一番年上だから、ジン君は上だから食べるのものはやっぱり上の人が食べるよね、なるほど、はい、そうですよ、上の人が、じゃあそれで俺がしっかり、うん、こうやってするから、はい、僕が、うん、そしてジン君が教えて、はい、土曜がこちら司令係、はいはいはい、なるほど、そしてテイが羽織ると、はい、なんか順番はなんか言わないけど、なんかいきなり、ゲームはそんなことだ、はいはいはい、決まりました、ゲームはそんなことです、じゃあ
さあということでね、ちょっとね、あ今ね、あの羽織る方のね、ハゲしろ用意がしておりますから。ハゲしちゃうの、でかいやじも。あ、ハゴだ、でかいもこって。もうドヨンが大事だよ。はい、今さっきのチャンジェの指示良かったけど、はい、早いが重要です。指示の人によって変わるからね。はい、ね、目が僕なんかハゲしろ。괜찮아、ちょっとこれ仲間を信じればいいだけだから、ジン仲間ね、信じてるでしょ今。はいあ、はい、信じてます、はい、すいません。なんだよ、うん、OK、いいよいいよ。でも1分8秒だったからこれ後半はね結構早かったですよね。結構早くいかないと、もうとりあえず早いのがいいと思うよ。うん、僕の今手が、うん、おかしいでした。どうした、おかしいです。エプロンが、かわいい。とりあえず口はこの感じ、うん、OK テイ、うん、口、あ、あ、場所ね、口の場所ね、気持ちであげたら。なんかおかしいですよ。気持ち触って、もっともっと前、もっと前行く。よし、じゃあ、どうやって、じゃあ、はいはい、これスプーンね。はい、OK、 OK、 スタート。だってこれジンだもんね、これジンだよね。はい、ジン君頑張ってね。はい、ジン君、はい、あ、こしてね、はい、頑張るか。はい、じゃあ、さあ、それで行きたいと思います。青チームの挑戦です。スタート。どうしよう、上。いや、ちょっといきなり、オッケー、終わった終わった、早く早く、ちょっと上だよ、ちょっと上上上、いいよ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 、オッケー。ああすごい混ぜてます、すごい。個体がなくしてる、個体でなくしてる。いった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 、結構いったいったいったよ。なかなかこんな字見れませんよ。なかなか見れませんよ。テイ君、食べました。どこ、はい、またまた、あそこ、ちょっと落ちてんだよ。食べた、めっちゃ食べてますよ。もっと早く、 OK、 食べた食べた、めっちゃ食べてる。あともう一回、もう一回、もうちょい、あともう一回。いけいけいけ、もう一回、もう一回、もうちょい、いける、もうちょい、気にしないで、気にしないで、こっちは気になってた。一般的な駆け込む、駆け込む、駆け込む。ラストラストラスト、 OK、 終了。さあ、ということで、はい、時間の方ははい、1分7秒です。ということは青チームが1秒差で勝利。まあね、ちょっとこのドサッというのもありますけれども、赤チームもドサありましたから、はい、はい、ということで勝利はジン君チーム。1秒差だ、1秒差、はい、1秒です、ちょうど1秒。うん、先はあのジェミ君がここっていやありましたけど、うん、今はどうですか、どうですか、ジンさん、おめでとうございます、負けました。でもなんで気持ちが甘いでしょ、なんか、はい、そう、なんかしあのボーナスとかに泥まるじ、全然知らなかった。いや、もう素晴らしかった、はい、素晴らしい。だから4回目だよ。じゃあ、しんくんは1回はげていただいて、はい、じゃあね、生クリームね、あ、ティッシュお願いします。美味しいですか。美味しい美味しい美味しい、あ、パスタ、うん、残念、美味しいじゃん。うん、さあさあさあ、顔で食べることがやっぱり、そうだね、かそうだね、手もついちゃったからね、一回ちょっとね、お、鼻でプリン、プリンが鼻の中にプリンがある。食べますか。いや、食べねえわ。食べねえわ。食べねえわ。かしゃさん、さあさあさあ、いや、すごいね。すごいですね。初めてのに、のに言ってたけど、はい、上手だったよね。上手ですね。そうですね。二人羽織。見えてないのに、ね、見えてないのに。が、はいはい。あ、面白いです。ねえ。さあさあさあ、ということでございまして、こちらの方でどうなりましょうか。次の方行きましょうよ。はい、ね、続いての競技はこちらでございます。福笑い対決。さあ、日本の伝統的
的遊び福笑いのように、顔にこちらのパーツを貼り付けていただきますと。얼굴에이거를제대로붙이면돼요。じゃあね、ひげが。눈썹이랑볼터치랑수염。なるほどなるほど。でこちらには。안보고얼마나잘붙이나。これもうすごいね、これね、粘着がね。これあのお花ですね。お花、あ、お花じゃない、目ですか。あ、ほっぺ、ほっぺですね。ほっぺがあったりとか。大丈夫ですか。これすごいんですよ、これね。くっついてるんですよ。貼っちゃっていいですか。こうなって、多分こうなって、でこうほっぺがあって、でひげがあると。こういう形ですね。こういう形。こういうふうにうまくいけばいいということですね。パーツは全部で5つ。ね、ありまして、勝敗ですね、タイムレースでございます。また2分以内、ね、より早く正しいポジションに5つの パーツを貼り付けることができたチームの、勝利でございます。正しいポジションかどうかジャッジは私が行いたいと思います。よろしくお願いします。あ、さあ行きましょう。じゃあこちらまたどちらから行きましょうか。どの팀이먼저하실거예요。今回は青から。青から行きますか。今回は青からね。青から、はい、青チームから行きたいと思います。はい、どうぞ青チーム、はい、出てきてください。はい、さあ、ジンさん面白かったよってね、いろいろ書いてくれてますよ。新しい。さあ行きましょう。ですよね。指令する方が、はい、渡してあげてください。なるほどね、指令する方がこちらで。え、またジン君が貼られる。はい。顔にね。顔に。して、手が後ろ。はいはい、まあまた一緒ですか。いいんですね。大丈夫ですか。はい、똑같은건데먹는게아니라。そう、はい、でこれはもうこれどうよ持ってていいから。はいはい、どうよがこう渡してあげて、こんねじゅめん、どうぞ持ってきてください。はい、じゃあこちら行きましょう。ジン頑張れって言ってもらってますよ。やっぱりニコ生ですよね。ニコ生ですよ。これがニコ生ですよ。これはね難しいと思うよ。さっきは食べるね、このここに口に持っていくっていうだけの動作だからシンプルだったんですけれども、福笑いで眉毛とほっぺとひげというこのね3パターンしっかりと持っていかなきゃいけないというね。はい、さあ頑張っていきたいと思います。よろしいでしょうか。気をつけて。ついちゃってる、ついちゃってるよ、はいはい、さあということで青チームの青チームスタート。スタート。あ、あなたが、うん、これ肌に肌で言ってあげて。オッケー。 あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。あ、はい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 。あ、なるほど。あ、自分で持ってってるよ。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。あ、悪くない、悪くない。ヒゲ、うん、だよ、ちゃんと言ってあげて。ヒゲ、ヒゲ、もっと、あ、告知。あ、これよ、危ない。さあ、眉毛。そうだね。うん。さあ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 。反対。眉毛。ああ。終了。かっこいい。さあこのままいてもらうんですよね。このままいてくださいね。ねえ。どうしました、ジン君。どうしました。ごめんね。綺麗でしょ。綺麗でしょ。これジンじゃなかったらね、成立しませんよ。最近、うん、最近あの、うん、女の子のなんか、うん、メイクアップスタイルがこの感じです。いや、違います、違います。違います。見ました。なんか原宿とか、なんか、ま、眉毛離れすぎてるしね。はい、この感じがなんかアメリカの最近の、うん、アメリカではこういう感じなんで、はい、よくわかんない。鼻の右からなんか毛生えてんだ。なんかセクシーでしょ。まあこのままいてください。これで。はい、あとで見比べたいと思います。タイムレース、はい、完成度でこう決めますからね。あ、はい、はい、完成度で決めたいと思いますから。だから制限時間は2分でやってください。はい、はい、じゃあジン君このままありがとうございます。このままですよ。このまま、はい、このままですよ。あとで完成度を競い合いますから。なんで、はい、なんでずっと罰ゲーム。いや、完成度만판단해서。今度サンちゃんが前で、ジェミンが羽織って、チャンジがまた司令係ということで。はい、完成度、はい、バッチリ完成しましょう。今回は逆ですね。もうチャンジェしっかりとこう渡してあげて、
ね。ジェミ君復習をしないで。ないで。さあ行きますよ。ごめん。ジェミ、はい。ゆっくりでもいい？はい。これがこれから。これこれこれ。これがなんだ。これヒゲです。ヒゲです。ヒゲです。ヒゲ、これがヒゲです。ヒゲから行こうか。ヒゲから。じゃあ行きますよ。高校の赤チーム、よーい、スタート。ゆっくりで。もうちょっと上、もうちょっと上。あ、そこそこそこ。オッケーオッケー。いいじゃん。これ、ほっぺ。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。ほっぺ、ほっぺだ。ゆっくり、ゆっくり、ゆっくり。ちょっと。そこそこそこ。ルイジーみたいな、ルイジー。いいね、いいね。はい。右、右。あ、ここ、ここ、ほっぺ、そこ。いやいやいや、眉毛だよ。眉毛、眉毛。ちょっとちょっとちょっと。うん。こうやって。こうやって。はい、左左左左。反対反対反対。左。おお、そこそこ。待て。うん。そこ。あ、うまいよ、でもいいよいいよいいよ。はい、後方そこ。悪くない悪くない。はい、終了。ちなみに秒数は何分ですか。さっきが46で今は40秒です。なるほど、こちらの方がスピード感もあったということでございまして。さあ、ということでジン君前に出てきてください。ジン君どうぞ前に出てきてください。いやいやいや、違かったよね、違かったよね。これが最近スタイルですさっきと違かったし、ジン今日からキャラ変しすぎだからさあ、ということで、でもこれはもう独断と偏見で決めたいと思います。勝者赤チーム。これはね、やっぱうまかったです、うまかったです。難しいですよね、これ。うん、難しいですけれども、どうでした福原やってみて。楽しかった。はい、良かったですね。なんかチームワークが上がる感じです、うん、何チームワークが、あ、チームワークがね、こう上がるということで、はい、さんちゃんの途中でルイージーに見えたけどね、はい、うん。マリオポックも見えた。さあ、ということでございまして、1勝1敗でございます。さあ、ラストでございますか。さあ、見せていただきましょう。さて、最後の競技はこちらでございます。花子よりくしゃみ対決。さあ、ルールは至ってシンプルでございます。小指を使って鼻をゴニョゴニョし、より早くくしゃみをできた方のチームの勝利です。リアルなくしゃみであるかどうか、私永井が厳しくジャッジいたします。진짜대책인지아닌지는これあのヘッチとかね、これもう分かりますから。はい、嘘か嘘じゃないかぐらいは。こじまりじゃありませんね。これはしっかりとちゃんとしたくしゃみを出してください。はい、分かりました。さあ、どちらから行きましょうか。どこ、ぶと赤から。はい、ここか、確から赤チームから行きますか。じゃあ、それで赤チームどうぞ。ちょっと、オッケー、ジェミ君ちょっとごめんだった。え？ごめんだった。はい。はい、さっきの恨みを買ってるんじゃないかと。ジェミンがもう、すいません、やったる感がすごいけど。これだけないですか？もっと強いものはないですか？OK 。さあ、ということでね、こよりはね、なかなか出ない人は出ないからね。大丈夫ですか？頑張って。それでは赤チームの小よりよーいスタート。ゆっくりでゆっくりでゆっくりで、ちょっと下上、こっちだ、こあれちょっと下こっち、あ、上、ちょっと上、ちょっと言えるのが難しい。なかなかむずいよね、入れるのがね。ちょっと下、ちょっと下、うん、ち違う、あ、違う違う違う、ゆっくりで、ゆっくりで、右右右、OK OK OK。ちょっと、痛い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 。ちょっと、ゆっくりゆっくり、下から下から、下からゆっくりで。あー、もうちょい、もうちょい、抜けちゃったか。ちょっと、OK、OK。ちょっと、大丈夫、もう一回、新しいの言ってるのじゃない。サンちゃん、新しいの。尖ってる、尖ってる、尖ってる。新しいね、ゆっくりね。ちょっと考える。右、右、右、ちょっと右、OK、OK。やばせー。オッケーオッケー、ちょっとゆっくり。頑張れ頑張れ頑張れ。ゆっくりでゆっくりで。頑張れ。オッケー。頑張れ頑張れ頑張れ。オッケーオッケー。あ、正解か。新しい。もうラストだよラストだよもう。ちょっと下。オッケー。そのままこの。はい、これ。オッケーオッケー。いいよ。終了。全然、あ、くしゃみ
難しい。出なかったね。出なかったね。ちょっと笑うから。でも差し込めてはいたんだよね。ちゃんとジェミいいとこ差し込めてたんだよ。そうですか。笑っちゃうよね。難しいな。難しい。難しくなるよね。もう。アイドルなのにっていう書き込みがすごかったですけどね。ちょっと感じがおかしかった。おかしかった。なんかちょっと、さあということで、青チーム、ここでくしゃみ1回でも出れば勝利ですよ。はい。はい。テイ君、ちゃんと座ってね。テイが行く。はい。でも、見たから自信がない。あ、自信がない。ああ、難しいよね。これね、尖ってた方がいい。いいんだよね。はい、そうですよね。ちゃんとするのが、ちゃんと尖らしといた方が、はい、鉛筆はありますか？鉛筆。鉛筆やばい。ちゃんと尖っといた方が鉛筆安いからね。痛いよ。マイクはヘンドマイクはありますか？ヘンドハンドマイク。確かにハンドマイクで。ティッシュ、ティッシュだと難しい。ハンドマイクありますか？ジンいつからそうなったの？先。ヘッドで。はいはい。なんで六皮を向けてんの？一皮どころか。テイ君、なんか鼻水は大丈夫？大丈夫じゃん。大丈夫？さあ行きたいと思います。大丈夫じゃないです。ゆっくりゆっくり。青チーム、ここで一回でもくしゃみを出せばその時点で勝利でございます。はい、それでは参りましょう。青チーム。ゆっくりゆっくり。これこれ。ちょっとゆっくりゆっくり。頑張れ頑張れ。ちょっと待って、上で上で、もっと上で。ちょっと待って、ちょっと待って。ああ下下で、オーケー、あいていて、自分から迎えに行ったよ、迎えに行ったよ、いいよいいよいいよ、これはいいんじゃない、入った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 新しい涙が出てきた、左の上行った方がいいんじゃない、逆行ったんじゃない、そう OK OK、 はい、どう、あ、まだ入った大木さん、どう、入った大木さん、入った大木さん、入った、もう一回入った、新しいよ、こうやってゆっくりでゆっくりで入ってんの、上げて下げて上げて、どうなの、入ってんの、落ちた入ってんの、上げて下げて、大丈夫、ああああ、残り10秒終了、これはちょっと難しいんだね。あ、そうですよね。あ、難しいね。あ、涙目になってるけれども。大丈夫です。赤っ赤、大丈夫なんだ。入ったおじさんは良かったね。入ったおじさん。上手でしたか？いや、痛いよ。痛い。これさ、一回ぐらいさ、ちょっとさ、余ってんのないの？こより。そうなんだ。これさ、じゃあもう代表者出てきて、青と赤の一人選んで。代表者한명만나오시라고。代表者팀에서한명씩만대표해서나오시면안나아까와천재그럼너가자나올거응안나올거같아천재아유나올까대표대표재미재미아웃팀은아웃팀은専門選手です네요도현です네요자그럼저또これを1個ずつ同点します、でもう早く出した方が勝ち、もう自分でやっていいから、自分でやっていいから、くしゃみを早く出した方の勝ちにします、ちょっとちょっといいですか、時間は測んなくていい、時間はもう測んなくていいです、うちはい、うん、いきますよ、はい、それでは、サドンデス、用意、入ったそれ入る、それ入る、入ったおすごい、あー勝利
けてよ。やっぱ自分でやったらもう早いんだね。あ、さあということで勝者赤チーム。あ、さあということでございましてね、あ、頑張ったのに、あ、全然次です、ね、勝してるんでした。それでは負けた、青チームには罰ゲームを受けてもらいたいと思います。罰ゲームはこちらです。僕たちが負けた。なるほど、これみんな選べるよ。本当は返すしさよ、これしさよ。梅干しが嫌いでしょ。これスタッフの粋な計らいで梅干しでもいいし、ビリビリボールペンでもいい。なんか梅干しは時間が長い。時間長い。あ、ビリビリは一瞬。はい。ビリビリいきます。でも梅干し。梅干し今回。すごい。じゃあジンは梅干しね。はい、じゃあとりあえず持ってください。はいはいはい、ジン梅。あ、それも。で、太陽がジンさんだから。うん。ジンさんだっけ。あ、ジンさんじゃない。あ、それじゃない。ジンでだよこれ。あ、全員ですよ、全員ですよ。はい。テイテイク。選んでいいよ、選んでいいよ。どうする？あ、何でも嫌い。そうだね、確かに嫌だよね。まあどっちでも嫌ですよね。確かに嫌だ。やっぱり、うん、ちんくんが梅干し、ちんくん梅干し、うん、梅干し、梅干しのことが、ビリビリ一人ぐらい言ってこいいんじゃない、うん、それはもうパチクじゃない。一人ビリビリ言ってよ。ビリビリいいです。テイクが、テイクビリビリ、両手ね、両手。両手、両手。はい。いった。どういうもん、これどういうもん、ボールペン。あ、なるほど。じゃあ中央にジンク来てください。はい、中央にジンク両端でビリビリです。두분이양쪽에서。それでは罰ゲームを執行したい。梅干しで大丈夫です。怖いよ梅干し。それでは青チームの罰ゲーム執行です。どうぞ。いただきます。あー、5、4、3、2、1、スタート。うーん。僕もあるです。なんだよこのドシュールな絵は。終わった。なんだよ。ジンド本当にシュールですね。ジンド、ちょっと待ってください。もう分かったよ、もうジンこの際さ、もうボールペンも押してやめてください。やめてください。すごいことが起こりそう。さあということで罰ゲーム見事やってもらいました。さあ、あれはいいんですか、先ほどの副賞はいいんですか。あ、なるほどなるほど、わかりました。さあということで以上ミスターミスターの二人羽織バトルでした。さあ続いてのコーナーはこちら、ミスターミスターイケメン大喜利。さあ以前にやって大好評だった企画を久々にやってまいりましょう。僕たち芸人はですね、お題を対してこう面白いことを答えるね、これは大喜利なんですけれども、はい、ミスターミスターにやってもらうのはイケメン大喜利でございます。とにかくかっこいいことを言えば正解です。時間までに何問か行い、最後に視聴者アンケートで、今日のイケメン大喜利チャンピオンを決定いたします。チャンピオンの称号にはですね、副賞としまして今後ニコ生でいつ使ってもいい罰ゲーム1回免除の権利が与えられますので、気合よりで頑張ってください。저기벌칙한번면제되는권리를받는아一人だけ、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 罰ゲームを今後受けなくていい。벌칙은1回だけ、いいですか。さあでは行きましょう。最初のお題をこちら行きたいと思います。さあイケメン大喜利もう思い出したよね、大丈夫だよね、はいはい、ね、さあ行きたいと思います。こちらお題、ででん、遅刻の理由がかっこいい、なんで遅刻したんですか。遅刻の理由がかっこいい、なんで遅刻したんですか。それでは思いついたら手を挙げてください。シンキングタイムスタート。생각나시면손들고말하시면돼요。お、ジェミー行きましょう。じゃあ僕がお題をもう一度言いますんで、そしたらそのお題を言ったら一言言ってください。これを다시한번말하실거니까그걸말한후에얘기를해주시면돼요。それではジェミー前へどうぞ。さあできたということでいきたいと思います。遅刻の理由がかっこいい、なんで遅刻したんですか。
これを買ってくるので、地獄しましたよね。かわいい。イケメンではないですね。ゼミン並みの可愛さ。多分あの君のためにこの時計を買ってきてあげたんだよということなんだよね。あ、まあ、そういうことだけどちょっと、可愛く映っちゃいましたね。イケメンではなかったですね。さあ行きましょう。さあサンちゃん、それではサンちゃん参りたいと思います。遅刻の理由がかっこいい。なんで遅刻したんですか？僕の心だ。レマーミだ。なんで急にうんちゃん見たの？何？僕の心だって言って、そのまま韓国語で僕の心だって多分僕の心だって2回言ったってこと？だから僕の気持ちがそうだったってことだったのおそらくなんですけど。なるほどね。読み取れませんでした。今回は得点なりません。さあということで、さあできた人から挙手をお願いいたします。できた人からどんどんお願いします。さあ遅刻の理由かっこいい、ね、なんで遅刻したの？なぜ思いついたの？あ、その前にあのジン君ちょっと一回外してもらっていいですか？それどんだけかっこいいこと言ってもどんだけかっこいいこと言ってもちょっと台無しになっちゃうんで。なぜ外さない？はい、ついてるよ。あ、もう体の一部になっちゃってる。もともとはこの顔。あ、そう、今日はそれでいくと。わかりました。めっちゃ似合ってます。おっきじま、楽しいか理由。そうそう、せっかくのイケメンな、ひげはつけておきます。いいですか、そのままいきますね。理由は、え、いや、行こうなと、行こうなと、ダメ足めんだよ。遅刻の理由がかっこいい。なんで遅刻したんですか？なんか GQ は宇宙人から やばいから守るために自局。まとめてから来い。정리해서나오래요。すいません、後でやります。さあ行きたいと思います。さあできた人から。どこの遅刻ですか？どこでもいいですよ、それは。学校であれ、まあ、自分が決定はしない。それは仕事場であれ、例えば彼女とのデートでもいいですよ。何でも遅刻は、はい、何で遅刻したか理由。僕お、では行きましょう。遅刻の理由がかっこいい。寝坊した。早いんだよ、だから。もう1個だったじゃん。ね、今まで見せたでしょ。はい、ね、はい、早いのよ。待って1回ね、俺が言うから。はい、行、はい、って。行きますよ。聞いて。遅刻の理由がかっこいい。なんで遅刻したんですか？寝坊した。ところでなんで可愛いか。君。今日。なんて言ったの？宇宙人。宇宙人から。なんて言ったの？なんて言ったの？もらしょっすよ。だし。出ちゃんだっすよ。くんでどう？俺はウェイケイパー。あー、寝坊したけど、でも君今日めっちゃ可愛いねみたいなこと言ったらしいです。なるほど。ナッシン。遅刻の理由ではございません。はい、遅刻の理由を言ってください。理由は寝坊。寝坊はかっこよくない。寝坊しまった。遅刻の理由はかっこよくない。ぬちゃんじゃこぬ멋있지않다。あ、ぬちゃんも、そう、理由が멋있어야된다。ちょっともっと考えて。だから例えば君のことを考えてたら時間がいつの間にかこんなになっちまったとかね、わかんないですけれども。はい、機会をもう一回。もう一回行く。あ、ちょっと考えて。はい、シンキングタイム、音くださいね。さあどんどん来い。まあお題変えますか、もう。 OK、 いける、手いける、チャンジ行く。どうぞ。お互いちゃんと知ったね。はい、さあ行きますよ。遅刻の理由がかっこいい。なんで遅刻したんですか？すみません、あの僕の彼女美穂が可愛すぎだから、あ、ちょっと見てくるので遅刻しました。すみません。ナイスイケメン。さあイケメン大喜利ということで、ワンポイント初めてチャージに入りました。やったー。さあということで、さあいけるかな。さあ行きましょう。テイ、遅刻の理由がかっこいい。なんで遅刻したんですか？
みそごめんね。昨日さ、僕が君のことずっと考えてさ、寝れなかった。それで、イケメン。ごめん。オッケー。今日服とかさ、もう髪とか。ポイント入りました。さあということで今のところチャンジェテイが1ポイントでございます。次のお題いきましょう。さあシンキングタイムの音ください。さあこちらでございます。愛しているの前に何かつけてかっこよく告白してください。愛してる앞에뭔가대사를붙여서愛してるの前に何かつけてかっこよく告白してください。まあ愛してるっていう前に日本語で当てるかな分からないけど、おさすがチャンジェ、はい行きたいと思います、はい、愛してるの前に何かつけてかっこよく告白してください。死ぬように愛してるだ。おーイケメン、すごいワンポイント。うまいねえ。僕も合ってますか。いや今の合ってるよ。おどういくいや入ったおじさん入ったおじさん入ったおじさん入ったいやいやいや青年実業界いいんだよ。でもどよんが行こう、どよん行こうね。そんなにしろっか。さあ、どよん行きたいと思います。愛しているの前に何かつけてかっこよく告白してください。死ぬように愛してるよ。わかんないよ、なんて言ったの。同じこと言ってましたよ、サンジャ君と。さっきのさ、小よりが聞いてきたよね。あ、それ、ちょっとアナリジのせいで考えてあ、すみません。さあ、ハイタオチさん、いきますよ。ハイタオチさん愛してるの前に何かつけてかっこよく告白してください。やっぱり宇宙人より愛してる。なんで宇宙人が出てくるんだよ。独特すぎるって愛情表現の仕方が。やば、今のはナスティンでございます。さあ、行きましょう。ジェミン、愛しているの前に何かつけてかっこよく告白してください。世界で君が一番愛してる。そう、イケメン。お、テイが来たよ、テイが来たよ。はい、さあ行きましょう、テイ愛しているの前に何かつけてかっこよく告白してください。俺の人生終わってまでずっと愛してる。お、イケメン。いいですね。今のところチャンジェテイが言ってるんじゃないですか、ね、2ポイントずつで。それでジェミンが追う形で1ポイント。僕お、どよん行きましょう。さあ、愛しているの前に何かつけてかっこよく告白してください。ああ、寝ることより君が愛してる。ナッセーさあ、入ってるおじさん。さあ、来ました、入ってるおじさん。さあ、行きましょう。愛しているの前に何かつけてかっこよく告白してください。僕は地球より君愛して、愛してる。さっき。オッケー。1ポイント。あ、どうですか。地球より。今の1ポイントにしましょう。ね。さあ、モテないか。さあ、なければ次のお題いきますよ。さあ行きましょう。次のお題行きたいと思います。こちら、何にもないとき基本的に BGM お願いします。はい。さあ、こちらでございます。遠距離恋愛をしている相手に突然会いに行った時の一言。상대에게갑자기만나러가서遠距離恋愛をしている相手に突然会いに行った時の一言。これはね、難しいよね。まあ、久々にこう会えたとかね、うん、まあ、そういうことだろうね。そういう類のもんだよね。君のことをずっと思ってたよとかね、うん。あ、ジェミン、さあ行きましょう。遠距離恋愛をしている相手に突然会いに行った時の一言、どうぞ。今、彼女がそこにあります。います。もういるよ。来い。おー、イケメン。新人ができた。これはいいですよ。これちょっと良かった。ちょっとね、ジェミンね、今の2ポイントあげたい。あ、2ポイント。あ、今の素晴らしい。すごいですね。さあ来い、さあ来い。
遠距離恋愛をしている相手に突然会いに行った時の一言。遠距離だからね、なかなか会えないっていうのと、うん、お、さんちゃん行きたいと思います。1ポイントのために。遠距離恋愛をしている相手に突然会いに行った時の一言。ケチかく会いになれ。1ポイント。あのこれは単純に面白かったんで、単純に面白かったです。1ポイントです。遠距離恋愛で急に月額会になれって言われたらもう嫌だけどね。いや面白かったです今のは。そうか。さあドヨン行きましょう。3ポイントために3ポイント行く。3ポイント、あ、ドヨン、ね、一挙に行かないとここで、はい、いいの出せば開けますよ3ポイントも、はい、遠距離恋愛をしている相手に突然会いに行った時の一言。かまん。3ポイント。マイナス。マイナス1ポイント。初めて出ましたマイナス。土曜は今日3時から起きてます。さあ、あれ入ってるおじさんじゃなくてジンクに戻ったね。お、戻った。さあ行きたいと思います。遠距離恋愛をしている相手に突然会いに行った時の一言。君ために全部やめてここに、ここに来た。1ポイント。1、3、1、はい、全部を捨ててきたんだね。なるほど、なるほど。大じゃん。アニメ行きない。お、テイしてもいいですか。何してもいいよね。いいよ、してもいいよ。ときなり、いきなり、アニメ突然、いきなり、俺が、僕がじゃって、うん、いきなり現れたと。はいはいはい、その人の前に。なるほど、わかりました。それで行きたいと思います。遠距離恋愛をしている相手に突然会いに行った時の一言。びっくりした。マイナス、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 マイナス。さあ、ということでございまして、結果はこちらになっておりますと。俺、10時間かかって、知った。そんなこと。おー、なるほど。長いポイントはこうなってますが、チャンピオンアンケートは、アンケートで決める。チャンピオンアンケートで決める。なるほど。ここで時間でございまして、まずは、じゃあこちらの僕のジャッジでは、1位はジェミンでした。濃い。1位はジェミン、濃い、良かったね。濃いが。さあ、ということで、それでは視聴者アンケートでイケメンチャンピオンを決めましょう。さあ、今回の大喜利で一番イケメン回答ができていたと思うメンバーに投票してください。それではアンケートスタート。濃い。さあ、1番テイ、2番ジン、3番ドヨン、4番チャンジェ、5番ジェミン、6番サンヒョンでございます。難しいなという意見も来ております。確かにね。さあ、でも恋は良かったよね。恋、ゲチカ恋に、うん、恋、ゲチカ恋に、どれも恋、ゲチカ恋に、恋、可愛かったんだけどね。チュチュチュっていうね。さあ、誰でしょうかね。これあれなんですか、なんか得点があるとかないとか、そういうのも後で発表ということでね。ということでね、あ、なるほど、そう、先ほど言いましたもんね、罰ゲームの1回免除がありますから、これをね取りますと。で、罰ゲームやりたいよっていう人は、ね、あのその時言ってもらえれば、これこの罰ゲームやってみたいな。さあ、それまででございます。それでは結果はこちらです。どうぞ。よし。おお、なるほど。やはりジェミンが1位ということで、チャンピオンはジェミンでございます。一番低かったのがサンちゃんなんだ。サンちゃん、なるほど。さあ、ということでございまして、罰ゲーム1回免除権獲得でございます。めっちゃ睨んでますよ。サンちゃんどうした。めっちゃ睨んで。サンちゃんどうしたの。ケチカッパイになる。あの、なってる人しか見てないから今。
今月額会員の人しか見れてませんから。今월정의회원밖에만보고있거든요。ありがとう。さあ続いてのコーナーはこちらでございます。ミスターミスタープライベート報道。さあミスターミスターのみんながスマホなどで最近撮影した写真を大公開しています。では1枚目こちらでございます。どうぞ。おー、なんで、はい、いいですね、はい、かわいらしい。これ海苔を友達にもらって、はいはい、うん、海苔と写真撮りました。おー、なるほどね、はい、いいね。なんかやっぱね、この美男子ってこう加えて何でも似合うの。キムタクさんとかもそうだけど。ああ、そうです。そうですよね。これね、俺らみたいのがやるとな、いや何してるんだっていうふうになるんだよね。そのもう話せ話せと、うん、いいよね、やっぱイケメンの特権ですよね。さあ行きたいと思います。続いての写真こちらです。どうぞ。お、これは誰ですか。はい、僕です。ジェミン。あ、僕最近、はい、一人でカラオケ行きました、ね。はい、おー、はい、おー、一人カラオケ。めっちゃいいです。何歌ったんですか。そこでレイニブルを歌った。あ、レイニブル。なるほど。少しだけ歌ってもらってもいいですか。あ、やっぱりテギさんが。ジェミン君のレイニブルが聞きたいよね。ねえ、ほんの少し、ほんの少し、ほんの少し。せーの。レイニブルも終わったはずなのに。いやー、やばい。レイニブルか。俺が聞けるのはミスターミスターニコ生チャンネルだけ。月額会員に東カップアイだから。さあ続いての写真こちらです。どうぞ。誰ですか。あ、僕です。お、これは、はい、テイとジェミ。はい、今日です。あ、今日だね。服装がほぼほぼ一緒ですからね。お、なるほど。顔がお面白いだから、うん、プライベートと思いまして、うん、誓いました。あー、なるほど、はい、そして今日テイ散歩というのを、うん、なんかテイ散歩をしました。それはみんなもう気にしてください。見てください。テイ散歩ってのやってるの今。あ、なんか知っています。テイ散歩みたいな。まあまあ、後で、はい、あ、それは後で、はい、なるほど、情報が出ると、はい、未来の情報が出ると。なるほどね。いつか僕は分かんないです。なるほど、はい、それが皆さんの前に近々ね、はい、できるということで楽しみにしてください。さあ、はい、続いて写真こちらです。どうぞ。あー、サンちゃん。僕だ。お、サンちゃん。あ、はい、これはどこですか。これは臨海公園。あー、はいはいはい、臨海公園。ほ、うん、ほ、ほ、僕一人で、うん、来て、うん、本当に綺麗な海があるから写真撮りました。うん、はいはい、いいね。やっぱサンちゃん可愛らしいね。こう海が似合うね。ああ、ありがとう。急にね、戻ったね。よかった、ご機嫌が戻ってよかったよ。なんだ。さあ続いての写真こちらです。どうぞ。これ誰ですか。誰か。びっくり。これはこれはジンです。あれジン？僕もジンじゃないの？セクシーですよね。なんかメンバーと思いました。あ、なに？あ、そう？お姉さん。うん。いや、いや、みんなが欲しいのかなと思ってこういうのも。これはね、この間の前回の収録を終えまして、で、やっぱりみんなからの反響がすごかったんで。これ俺も出さなきゃなと思う。本当にいいよね。やっぱりちょっとこういうのをちょいちょいこの子で挟んでいけたらと思ってます。なんで一番反応いいの。さあ続いての写真こちらです。どうぞ。あ、僕の写真です。お、どこですか。エビース。あ、これエビース。はい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 、はい、僕は生ビールビールでエビース好きだから、うん、そこで来て、うん、撮りました。あ、なるほどなるほど。いるのそれ。あ、でもなんかその道が綺麗からメンバー全員で行きたいです。なるほど、いいよね。恵比寿は本当に綺麗な街だよね。ですよね。いや、もうさ、もう名残がすごくてさ、お礼の。まだまだ来てる。続いてこちらです。どうぞ。これ僕の写真。顔が見えた。これレッチで、店員さんが上でいじめしました。え、重い重いですか。いつだの。練習してて。バカ言ってねえな。これ
店員さんが僕いじめしました、うん、店員さん悪い悪い男です。あーなるほど。でもこういうコミュニケーションの取り方もあるということでございまして、さあ続いての写真こちらどうぞ。はい、誰ですか？誰か。続いての写真いきましょう、こちらですどうぞ。お、あこれは誰で？僕の写真です。お、キャンジェ、また作ってくれた。はい、僕が、うん、あの実はジン君が好きな伊勢で、うんうん、あの食べたことがあるの、うんうん、あるチャーハンのちょっと真似しました。これ何そのちょっとさ、コリコリしてるっぽいの入ってない？なんか違うか、ジャガイモかあれ。ジャガイモ、あの水コグマ。さつまいも。あーなるほど、おいしそう。めっちゃおいしそう。いやマジでさ、一回やらしてよ。これね、チャンジェのご飯の企画、これ食べてみたいわ。おいしそう。なるほど、さあ続いてこちらですどうぞ。どうぞ。僕それ、韓国のタッポクンタンという、あ、そうなんだ。あ、なんかこれ、なんでこのタイミングだ。通りの鍋か。はい、メンバーのためにあ作りました。僕がいつも作ったの食べ物はメンバーたちはあまり食べくれないから、食べてくれなかったから、悲しいですけど。でも今回は美味しかったです。あ、それは美味しいか。美味しかった。美味しかった。いいよ、作れるんだね。はい、いいな。作りました。今度作ってくれる？考えて話します。一瞬迷った。じゃあ続いての写真こちらです、どうぞ。あ、ほら、僕の写真です。これ、これジンなの？はい、ジンです。はい、ジンさんが、僕たち、メンバーたち、うん、洗濯ネギ、うん、あなんか洗濯をかけてなんかゲームとかやったっぽくて、うん、それで負けたんです。なるほどね、はい、ジンが負けて罰ゲームで洗濯をやってるんだ、はい、それでメンバーの洗濯、普段は洗濯絶対全然やんないけど、ジンはやんないけど、ジェミ君と、はい、サギョン君と、うん、あのバスケットを、うん、はい、かけて。なるほど、それでやったんだ。だからちょっとうつむき加減の顔だもんね。なるほど、さあ行きましょう。次の写真こちらどうぞ。あ、これは誰ですか？あ、これジェミー、はい、シュレック。あ、これは何のなんかお面ですか？これは。え？パックじゃないですか？パックか。はい、パックです。あ、なるほど、なるほど。なんかね、これ でも可愛いもんな。何なんだろうな、ジェミー。シュレック。え？シュレック。多分シュレック。え、これいろんなパターン持ってるの？シュレック。シュレック。たくさんあります。あ、これいいね。ちょっと毎回ちょっとなんか違うのちょうだいよ。あ、いいえ。はい。なるほど、わかりました。キュウリみたい。さあ、続いての写真こちらです。どうぞ。あ、うわちょっと、なに？なんで？なんでここから、なるほどね。え、これ誰ですか？これ誰ですか？僕の写真です。大丈夫ですか？あ、これ、ね、あ、これ、テイの写真ね。これ、テイの写真ね。はい、はいはい、バドミントンしてたよね。え、なんでバドミントン、バドミントン、はい、なるほどなるほど。それで初めて行って、うん、ただ振りました。どうしたどうした。初めて行ってただ取りました。ただ取れたの？はい。どうも理由がないです。理由がない。なるほど、ただ取っただけ。さあ続いての写真こちら、はい、どうぞ。僕の写真です。これはジン君の、はい、ああ、これどこだ、新宿か。新宿です。です、うん、なんか、うん、僕たち、うん、メンバー全員で、うん、なんかミーティング、新宿でミーティングして、うん、なんか歩いて、なんか建物が綺麗から撮りました。うん、なんか韓国の雰囲気が違うから。なるほどね、こうやって何にも普段思わない光景だけど、はい、ジンにはそう映ったんだよね。あー、そうなんだ。おお、綺麗だよ。そうなの。いろんな見方があるんだね。あー、なるほど。さあ、続いての写真はこちらです、どうぞ。
おお、かわいい、かわいい子ちゃん。僕の写真です。あ、そうですか。はい、僕の写真です。いやいや、ドローンでしょ。あ、陳さんが撮ってますか。はい、あ、僕の写真です。うん、それ、あ、どこだろう、どこか撮れましたけど、なんか、あ、悪くないして、え、大丈夫？ドゥヨン撮ります。でも今日休んどこ。もう無理しないでいいよ。今日3時から、風気をつけて。朝3時から起きてんだから。小寄りで鼻いっちゃったから、はい、ね。さあ行きましょう。ラスト2枚ということでございます。こちらです、どうぞ。おお、お、あ、いい写真だね、これもね。はい、いい写真。最近休みの時間で、はい、バスケットばっかりして、うん、あの、その日は祭りがあって、うんうんうん、あの、そこの横で、いろんな人たちが祭りを楽しんでいて、はいはい、なんか、あ、本当に花の感じがなったねと思って撮りました。これの絵になりますね。さあ、ということで次でラストです。こちらです、どうぞ。あー、これか。前回の収録終わりにサンちゃん撮らせてもらったやつね。こういうのやってた。これ逆になってんだよね。僕の携帯アップルで、うん、顔を変わってほら、俺どんだけ黒いんだ、俺。長くなって一緒に、めっちゃ黒い。めっちゃ黒いよね。でもあれ300円のシャツだけどね、やっぱね、よく見えるよね、やっぱサンちゃん来てくれるとね。さあ、ということでございまして、もうこれ全部ですか。あれ、もう一枚あるんじゃないの。もう一枚あるんじゃないの、ラスト。あれ、なかった。あれ、もう一枚あったんじゃない。あ、ね、これね。あ、はいはいはい。あ、これさっきも出たよ。もういいよ、スタッフさんも。もういいよ、もう。なんでこれすぐ出すの、スタッフも。もうみんなもう欲しがっちゃうんだから、もう本当にね。間に合ってた、ね、セクシーね。これはセクシーだよ、ね、見てるなとか。さあ、ということでございまして、以上、プライベート報道のコーナーでした。さて、そろそろお時間でございます。エンディングに参りましょう。さて、今日皆さんいかがだったでしょうか。오늘어떠셨는지、한문지。やっぱり今日も本当に面白かったです、うん、なんかいろんなゲームをやって、あの、僕たち赤チームが勝って、うん、勝って、うん、はい、本当に嬉しいです。あ、なるほど、よかった、おめでとう。それはありがとうございます。ジェミ、はい、来い。はい、なるほどね。今日も生まれましたね。今度はセリフが、パチゲームが、うん、ないですから、本当に1回だけね、免除できますか。はい、免除ができますから、うん、本当に嬉しいですね。いや、今日はよかったよ。さあ、テイ。あ、はい、最近あんまり皆さんの会うのことができなくて、うん、今日こんなに皆さん見せることができて本当に嬉しいです。今からなんかイベントもたくさんしたいけど、うん、ちょっと待ってくださいね、みんな。今日本当にありがとうございました。よいしょ。さあ、ジン君、今日は僕の日、うん、だと思います。今日はね、正直ジンの日だった。新しいキャラクター、入ってるおじさんっていうの生まれたしね。入ってるおじさん、うん、入ったーってね。一発入ってもらっていい。はいはい、うん、3、2、1、入ったー。いや、入ってね。入った、いいよ、入ったおじさん。面白かったです。あ、ね、次の番組も、私たちの魅力を、なんで笑ってるんですか。僕たちの魅力をもともと、なんで大好きです。なんか見せるから、ボイドリン、まっちょ、ね、見せるから期待してくださいね、はい、もうこれからもどんどん入れていくと。開いた。さあ、どうよ。あ、やっぱりニコ生は、うん、本当に面白いですね。面白いよね。はい、面白いです。今日は全然眠たくないけど、もうずっと、まあね、君も眠たいよとか聞いて、なんか、うん、違うことを感じました。はい、皆さん、本当に会いたいよ。会いたいだから、ちょっと待っててください。
会いたい。なるほど。でもありがとう今日。ね、みんなで頑張ってくれてありがとう。さあということでラストさんちゃん。はい、皆さん本当に今日も見てくれてありがとうございます。そして本当に舞台上で本当に会いたいで、そしてキャッチカッコインになるよ。ありがとうございます。さあそれではお時間でございます。告知があればお願いいたします。はい、4月3日埼玉県の日高アリーナで日韓友情フェスタ2016に参加します。ぜひ来てください。そして6月8日浜離宮浅井ホールで、はい、バラダさんとコンサートをさせていただけることになりました。お、詳しくは僕たちのホームページをチェックしてみてください。はい、シッキマンクラブやブルーベルメガジン、スターシーターで僕たちの最新情報を配信しているので、よかったらチェックしてみてください。詳しくはホームページで。入った入った、ありがとうございます。入れさせていただきました。それではお別れでございます。次回のスケジュールは決まってるでしょうか。おありがとうございます。次回はなんと良いさの日、4月13日良いさ21時半からでございます。皆さんぜひよろしくお願いします。ということでミスターミスターのニコ生月額会員の皆さん、楽しんでいただきましたでしょうか。ぜひ次回も一緒に楽しみましょう。最後にミスターミスターから一言お願いいたします。はい、今日も本当にありがとうございました。以上、男の中の男ミスターミスターでした。バイバーイ。すごい、いいね。入ってんの入ってんの。またねー。またねー。